はい、大日料理場さんの昭和2歳メスサイズが57センチ親鯉鳳凰です。お願いします。はい、親鯉鳳凰です。この鯉の魅力は何といってもこの墨模様だと思います。そうですね、この白状を見せながらこう、まあ、特にこの紅を避けながらこう縁取る墨模様は最高だと思います。そして、映像では分かりづらいかもしれませんが、ほんの少し覆輪を見せながら非常に白地のいい、昭和三家です。はい、本当に頭の先まで白いですね。はい、まあ、本当でこの肌の覆輪が、非常に魅力的です。この腹の方から巻いてきている墨が、この背びれの、付け根の墨にくっついて、この墨が、まあ、これ本当にあの秋から今日にかけて非常に墨が出てきています。この墨が、徐々に出てくると、非常に魅力的な、模様になってくると思います。はい、こう飼育していて楽しい見えるかもしれないですね。どんどん出そうな雰囲気があるの で、 そうです、ね、1年2年で、はいはい、まあ、なかなかね、あの火模様のいい子はいるかもしれませんが、このように墨模様のいい子はそうなかなかいるものではないと思います。はい、はい、まあ、このここの紅を縁取る墨模様が、はい、非常に魅力的です。はい、はい、なんか雰囲気があっていいですね。うん、まあ本当でもう少し墨が出てくると非常にもうちょっと魅力が増すんですが、まあ、この縦鯉の段階で、ライブ鯉に出品です。はい、その分お客さんのところで変化があって、はい、より楽しんでいただけるんじゃないでしょうか。はい、今決まってる鯉よりね、はい、お手元に届いてから、変化があった方が昭和としては楽しめるのかもしれません。はい、まあ、本当でここのここだけでも十分見せれる鯉です。まあ墨芸ですね、墨芸。はい、はい、それ締めの言葉ですか。はい最後に一言ってまた振るかなと思ってずっと待ってたんですがなかなか言わないで言っちゃいましたはい、はい、じゃあ最後に墨芸で見せる昭和、はい、これでよろしいでしょうか。はい、はい、いかがでしょうか。大日料理場さんの昭和2歳メス57センチ親鯉鳳凰です。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。